はい、皆さんこんにちは、ジョリー・フリッタケです。日本語にバレちゃうじゃない、バレていつもバレバレなんだけど、はい、一応こういうのを変えないといけないなっていう感じになってますよね。はい、ということで映画の話です、ね、映画で、実はね、ロードショーを見ようかなって迷ったのがありました、パシフィックリム。でも今回はミュウちゃんが、優先順位10番目って言われたんでやめました。そんなに見たいというより動かない、なんかね、ちょっとね、位置が良くなかったからね、まあ、でね、結局それはまた別、まあ、でロードショーみたいなのも他にもあるかもしれないんだけど、今回話したいのは、はい、今ね、本当ね、違法かどうか分かんないんだけど、うん、DVD のコピーやってました。自分のものを自分でコピーして自分だけで楽しむんだけど、はい、ね、劣化しちゃうからね、うん、その中でね、久しぶりにね、連続で見ました。いっぱい見たんだけど、はい、今日話したのはダイハード、ダイハードね、ダイハードを、1が見つからなかったんで 2,3,4 を、焼いて、見てるね、うん、やっぱ面白いね、と、はい、いうことで、ジョリに首ったけ、パシフィックリムより私、うん、犬ヶ島の方が気になるもん、まあ、そらそうだよね、つまんないんだと思うんだけど、うん、どっちだったらなんか変だよね、まあいやいや、その犬ヶ島の話は今日はね、とりしない、はい、でとにかくね、まずね、ダイハードなんだけど、はい、ミュウちゃんダイハードは全部見てるのかな、1,2,3 全部見てないかもしれないけど、うん、5まであるんでしょうね、うん、どれを見たかって1と2は確実に見てんだけど、うん、そっからあとあんまり覚えてない、うん、あ、そうか、やっぱり1は面白いよね、あの中園ビルのね、特に1がね、うん、印象的、やっぱりね、なんだろう、ブルース・ウィルスって、うん、体格がすごいし筋肉がすごいんじゃないんだけど、うん、なんかタフで強いイメージ、ね、そう、うん、強いタフなイメージあるよね、ところね、うん、ある、うん、あれはね、同い年なんで俺も、へ、うん、で俺もさ、そんなにあれじゃないんだけど、なんか俺もね、強いイメージ持たれるんだよね、タフなね、わかんないんだけど、まあ、ブルース・ウィルスはお友達、いつもさ、空手の先生とかあるもんね、うん、こっちで。どこでも言われるね。ロサンゼルスで街いると、うん、だいたいいつも空手の先生って言われるんだよね。そうそうそう。なんで俺がそう言われたかわかんないんだけど。空手の先生かとか。で、まあ、ダイハードのね、やっぱりいいとこ悪いとこもあるんだけど、うん、やっぱりブルース・ウィルスのたくさんのすごいところが面白くて。そうだね、キャラと感じ、うん。で、結局あの人離婚しちゃったんでしょ、奥さんと。あ、その映画の中の、うん、そうそう、ワンであれだけね、うん、あれで、ツーの時も、まあ、とにかくさ、迎えに来てくれありがとうって、スリーになって、なんかもう、うまく別居してて、フォーの時なんかもうさ、ね、自分の娘がなんかさ、うん、お母さんの名前を名乗っててとかさ、うん、なんかね、複雑な。複雑だよね。うん、まあ、あんなお父さんって困るだろうけどな。まあね、でも必ず助けに来てくれて心強いけどね、うん、いや、すごいと思うよね、やっぱり、だってワンの時なんてさ、うん、もう信頼しきってたさ、必ず来てくれるみたいな、まあ、そうね、それなのになんかの難しいんだね、うん、まあね、映画の中であるものってのはさ、どの映画見てもそうなんだけど、理不尽な話はいっぱいありますよ、あるね、うん、まあ本当見てて、やっぱり女性をそれだけね、持ち上げる必要あるのかなっていうさ、アメリカのキリスト教社会の、あ、思うよ、だって女性は傍若無人何でもいいわけじゃない、それもおかしいけどね、うん、いやだからいろんな映画見てて、まあ、もちろんあれもそうなんだけど、ダイハードもそうなんだけど、うん、奥さんはもう旦那さんに一回何度も助けられてるのに、あんたの仕事が悪いからみたいな感じでしょ、うん、仕事だからね、なんか気の毒だよね、かわいそう、気の毒だなと思いましたね、うん、かわいそう、うん、じゃあ1、2、3、4のうち1、2は見たけど1が一番面白いと、1が一番かな、1はまあスタートだからね、俺ね、うん、4が結構好きなので、3はなんかわけのわかんないさ、なんか爆弾犯人みたいなのになんか謎解きして、なんとかガロンの水がなんとかいうやつ、そうね、あれもね、そんなに悪くないんだけど、やっぱり相手方の黒人が良、うん、かったからね、だけど、うん、まあそうだな、やっぱ1だよな、そうだからさ、もう3ぐらいになってさ、俺だったら知らないようで消えちゃうよっていうのがあるから、うんうん、ちょっとね、まあ、あれだな、うん、で4はね、よくできてると思った、俺はね、4ってのはサイバーテロかなんかにあって、うん、要するにアメリカ自体が ね、うん、停電になっちゃってってやつなんだけど、うん、俺ね、コンピューターオタクの役をした、うん、男の子、うん、まあ、サブ主人公のその子がなかなか良くて、演技うまいなと思った。でその後にね、ワーロックっていうね、なんかコンピューターのジェダイっていうのがいて、太った お、 さん、うん、お兄ちゃんがいるんだけど、それはダメだったけどね、あ、そうなんだ、うん、そうだからやっぱりキャラクターだよ、やっぱりさ、どういうさ、役者がどういうふうにやってるってのは大事かなと思ったな、うんうん、やっぱりコンピューターにはコンピューター的な男の子がいなきゃいけなくて、まあ、そうだね、それやっぱり雰囲気の、うん、そうそう、やっぱりオタク的なね、うん、それを考えちゃうと、ダイハードの4もコンピューターオタクっぽいんだけど、それにしてもまだスマートだった、
で全然関係ない話だけど、コンピューター的なオタクを一番表現したのはコアっていう映画の中の、うん、あのやっぱりハッカーの男の子が使われた、それは本当にあそのままハッカーだったんじゃないかな、そう見える感じだよね、そうそう、うん、な感じだよね。だから役者って大事だよね、やっぱね、そんなこと言って、うん、ただね残念だなと思ったのはなんだっけ、ダイハードの主人公のブルース・ウィリスの娘、うん、あれが3ぐらいから出てきて、なかなかね若くて可愛らしい女の子なんだけど、うん、5に出てきたんだよ、うん、もう一回、あ4に出てきた最初ね、で5に出てきて息子と出てきた時にもうなんかさ急におばさんになっちゃって、かわいそうだなと思ったら、なるもんかな、なっちゃうんだよ。だからねやっぱりあの人種にはよるんだろうけど、うん、太りやすい体質とかね、あ、うん、もうなかなか難しいなと思ったな、うん、そっか難しいね。まあでもあのダイハードはやっぱり全般的にすごいよな。そうね、うん、でもやっぱ1が一番かな、うん、まあ1はいいよ、2も悪くはないんだけど1が良かったね、良かった、うん、というかあのビルのね1個だけの狭い空間が隔離されてて、うん、であれ斬新だよね、あれね、そうね、うん、別世界になっててね、うん、あんなにビルの中大変ない、外は全然関係ないみたいな。まあまだ見たことのない人がいるんだったら、うん、ダイハードはね1から見てください、絶対面白いから、うん、で、うん、ね、私ダイハード2から見ちゃったんでね、最初は映画館で最初で2見て1見たんだけど、うん、やっぱ1が一番だな、すごいよね、うん、だから3、4もそんなにねあの見苦しくないし、4は結構楽しめる、うん、5になると辛いんだよ、息子が主人公みたいになってきて、うん、やっぱりちょっとやばかったなって感じかな、うん、まあブルース・ウィリス俺と同い年でね、まだもうちょっとは仕事できそうだから楽しめそうかなって感じがします、はい、ということでね今回今そのダイハードの話したんだけど、今 DVD で今見てる映画の話をちょっとします、グッと言っちゃったけど、はい、うん、今ねあの見てるのがチャーリーズ・エンジェル見ました、いや楽しいよね、これ面白い、これまだ今回話さないよ、ね、うん、だけどこれはやっぱりもう素晴らしいですね、ワンツーリーも好きな映画の人、うん、あとねアンジェリーナ・ジョリーの映画をちょっと見てるんだよ、うん、で今見てるあのソルト、エバリン・ソルト、うん、あれは DVD で買ったら得だって映画だってこと言ってます、あ違う、なぜならばあの劇場版と違ったエンディング、うん、エンディングっていうかね途中からストーリーがマルチになっちゃって、途中からちょっと違うんだよ、そうなんだ、だから結末全然違うし、2つ違った映画みたいな、そうそう、これはねソルト面白いですね、今これ見てます、でそれ以外にもねもういっぱいいっぱい DVD 落としたんで、はい、落としたっていうか持ってる DVD 焼いただけなんだよ、あ、じゃあ落としたんじゃないですか、そうだけどそれも違法なんだけど、変換しただけ、うん、そうそう、うん、だから皆さんね、あの結局さ DVD は劣化するんですよ、 DVD が他のものに比べて劣化しないんだけど、傷つけたら終わりでしょ、うん、データは関係ないしコピーできるわけだから、うん、ね、大事に取っておきたいんだったらそういうふうにしたらいいかな、うん、だって自分で買ったものだからさ、自分で楽しむの、そんな知的財産権なんて言われたって俺知らないよ、そんだったらアラブでこれやりますよみたいな感じでね、なっちゃうね、うん、まあでもねそういうことを考えた時に今いっぱいやったんで落としたっていうかね、うん、あの焼いたっていうか、まあ、そのファイルに変換したんでこれからゆっくり見ます、だからもうしばらく楽しめるなと思った、はい、うん、だそれ以外にもロードショーがねもうそろそろアベンジャーが始まるんで、おアベンジャーとかあとなんだあのゴリラとオオカミのやつなんだっけ、ゴリラが出てくるんですね、白いゴリラのやつが、うん、それもあるし、まあ、パシフィックには見ないんですけども、あと犬ヶ島、うん、初めてこう出てるけどね、見ないけど気になるよ ね、 ね、日本があんだけテーマになっててさ、もう、ね、うん、でもなんかもう 俳優っていうかさ、声優が日本語が喋れない声優に無理やり言われて、今時無理だろうというのがあるよね、うん、犬だとか言ってさ、もうぶん殴りたくなる、今さ日本語上手いアメリカ人いっぱいいるのに、いくらでもいるよ、今時それ無理だろう、下巻発音でもう日本語喋らないでほしいってよね、うんうん、今時ちょっと無理がある日本語に、だから日本通だったら、ね、日本通だったらあんなの使わない、日本通だったら、ね、あのそこら辺の子供でもいいから使ってやるよ、うんうん、まあそういうことを考えて、はい、犬ヶ島はね見ないだろうけどね、じゃあ話題的に気になる、うん、あのね本当にいっぱい見たいなって、鎌倉物語とか日本のやつも見たいのがあったんだよ、うん、あの妖怪が出てきてって面白いっていうのがあったんだけど妖怪見れなかったんで、うん、まあでもね5月行った時もあの日本でも見るのかな、わかんない、ね、こっちはアベンジャーですよね、アベンジャーで日本から帰ってきたらジュラシックワールド、うん、これ絶対見ようね、バックトゥザフューチャーやんのかな、やらないね、なんかねどうなって、やっぱりやんないのかな、やんないのかな、うん、はい、残念ですけどそれが今の映画っていうことで、はい、今日はねよもやまにいろいろ話しましたけど、はい、スタートの日は、なんだっけ今日は、ダイハード、ダイハード、うん、トゥームレイダーもやろうね、うん、まあ、いろいろね、ダイハードぜひ見てください、はい、あのやっぱり面白いです、面白い、もう絶対ね、あの今晩も、ね、見ようかなと思ってます、はいはい、ということでちょっと背中なんかおかしいやん、まだ、うん
はい、ハリウッドはまあ映画がね、もう映画の街ですけど、なかなかね、労働省で見るものは少ないです。でもいい映画館で見ましょうということで、はい、また来週ですね。はい、どうもありがとうございます。さようなら、どうもありがとう。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。